皆さんこんにちは2019年度合格目標初めての関数電卓第1回目の講義を始めます担当はレック専任講師木村と申しますよろしくお願いしますはい、えー、初めての電卓ということで、えー、初めてシリーズ、えー、皆さんね、えー、もういくつかすでに受講されている方もいらっしゃるかと思いますけれどもまあ初めての数学というのがあって初めての三角定規というのもありますそれ とあとは「初めての六法っていうのもねえ、まあ、短い講座ですけれども、えー、1つご用意してあります。で、えー、そのうちの1つで「初めての電卓」まあ、この4つからなっている初めての土地家屋調査士シリーズのの、えーまあ、講座の1つとということになりますで土地家屋調査士試験というのは、まあ、これちょっと普通の試験と違って、まあ、作図をしたりとか、ね、あとは「 測量の技術が必要になってくるので、計算をしたりといったね、えー、まあ、多少技術が必要な内容が試験の内容というふうになっていますね、えー。ですから、まあ、皆さんが本講座にまあ、スムーズに入っていけるように、えー、まずはね、まあ、この電卓というものをまあ何で使っていくのかね、具体的にどのようなことをするときに。 電卓を使っていくのかなんていうのもね、この講座の中で説明しながら少しでもね慣れていただければというようなね講座になっています。で一コマ二時間の講座で全三回の講義になっています。ね一コマ二時間ということなので真ん中に十分間の休憩を挟んでね講座の方は進めてまいりますのでよろしくお願いします。はいえでは使用していく教材等の確認してまいりましょう。 まずはテキストになりますが、こちらですね。初めての土地家屋調査士初めての関数、電卓、こちらのテキストを使っていきます。はい、そして電卓の講座ということになりますので、電卓こちらの方をね。準備してください。はい、カシオさんのものねで fx。jp500 えー、こちらの方を使っていきます。 ね、このあとテキストをめくると、えー、詳しくね、えー、電卓について画像というかまあ映像がね出てきますけれども、はい、まずは電卓まだ購入してないよっていう方は、えー、ちょっとこの講義実際止めていただいてまずは電卓を購入してからね、えー、この講義を聞くようにしてください。 まあ、この講義の中で実際に一緒にね電卓を操作していくことでもう体でね覚えていただくようになります、ね、ですからこの講義の内容をただただ聞いているだけではこれ何もならないです、ね、ですからまずは電卓を購入してから、ね、講義の方を聞くようにしていただければと思いますはい電卓ですねははいあとは えーまあマーカーそれからボールペンね要は「引き用ぐ」こちらの方を準備していただいてえまあメモを取ったりとかあとはちょっとねいろいろ書き込んだりしていただければいいかなと思いますのでえーマーカーこの2色というのはえこれは今後皆さんがえ本講座に入ってからももうずっと使っていくことになります。理論のの講講義義ででももそれからえ書式の講義でも もうマーカーはずーっと使っていきます特にまあピンクのマーカーね、えー、これはもう何本あっても足りないかなっていうぐらいね、えー、非常にあの多く使うものなので、えー、ぜひ今のうちに準備をしておくことをお勧すすめしますはい、えー、では早速ね見ていきましょう 2ページ目目開けてていただくと目次が出例まば、はいまあ、どんなことをやるのか、ね、今日はもうそのこのカシオの FXJP500 という電卓、ね、これについて基本の設定、ね、それから簡単な計算、ね、この辺り中心にやっていきたいと思っています。 で全3回の中で最後の方にね、えー、実際に、まあ、土地の問題建物の問題を解くときに、えー、使っていくような電卓操作なんていうのも、えー、第3回では触れていいきたいと思いますそのための練習問題なんかもねご用意していますのでまず今日は1回目ということでねまずはその電卓に慣れていこうというような、ねえー、形で講義の方は進めていきます。 はいよろしいでしょうかはいでは三ページ開けていただいて若干ガイダンス的なね話になってきますがはいはじめにということで土地家屋調査士試験と関数電卓というふうに出てきましたはいなかなかねこの関数電卓日常生活で関数電卓を使うことってこれなかなかないと思います はいまあ通常の電卓だったらね、まあ、日常生活の中でもまあ足し算引き算掛け算割り算なんていうのはね、えー、まあこれ多少、ね、使っていくこともあるかと思いますので、えー、まあ通常の計算だったら日常生活でもあるかと思いますけれども関数電卓が必要になることってなかなか普通の生活をしていたらないですよね。 まあ三角関数というのをまあ使っていくことにはなるんですけれども、まあ、この辺りは初めての数学でもね皆さん少し触れたんじゃないかなと思います。まあ、昔やったなあという程度で、えー、実際に日常生活で三角関数の知識を使うかっていったらまあなかなか、ねまあ、そういったお仕事されている方だったら別ですけれどもこれなかなかないですよね特に文系な方だったりとか、ねえー、まあそうだと思います。 で私もまあ受験生時代、まあ、この受験会にね飛び込んできて、えー、まあとにかくまあ忘れてましたよ数学の知識なんていうのは。ね、ただし土地家屋調査士試験で必要な、まあ、その数学の知識っていうのは、まあ、中学それから高校の1年生ぐらいのね、えー、レベルのものなので、まあ、とにかく少しずつ思い出していってあとは、ね、もう調査士試験に必要だからっていうことでね、えー、学習していけば あの必ずねついて来られますので講義を途中で見るのはやめてしまったっていう方でない限りは、えー、これは絶対大丈夫ですのでね、えー、あままり不安がらずについいいててきていただければと思いますそして、えーまあ、その基礎の数学の知識をもとにあとは計算は何がやってくれるのって言ったら、えー、今日から始まるこの電卓講座の中で使用するこの電卓が、まあ、本当に、ねえーまあ、賢い電卓で いいろいろやってくれますのでまず皆さんはもうこの伝卓操作を覚える覚えるためには実際に手を動かして伝卓叩いていく毎日やってれば体でね覚えられますので、えー、そういった形で理論の知識を勉強するというよりももう技能を習得する、ね、そういった形で、えー、ちょっとね理論の学習と分けて ね、やっていくと非常にねいいと思います。はい見ていくと法務省が実施する国家試験。ねまあ、法務省の管轄なんですね土地を口調査試験というのは、ねでまあ、法務省というとやはり法律系というのがね浮かんでくるかと思います。 もちろん土地家屋調査士試験でも法律に関する知識というのはこれ問われますので法律に関すする知識のの学習というのは必要ですただこの法律に関する知識というのはやはり机に向かってひたすらテキストとにらめっこしながらねまあこれは机に向かわなくてももちろんね隙間時間を利用して勉強できるという点では 例えば通勤通学の電車の中だったりっていうこともこれ可能になるわけですよね。はいただこの他にここです土地びび家屋の調査及び測量に関する技能、ね、やはり知識の部分だったらテキスト読んでっていうことにはなるんですけれどもこの「技能の部分に関しては。 体で覚える技能とは関数電卓や三角定規を使いこなすこともうすでに初めての三角定規というね講義を聞き終わってる方ね、実際に三角定規を使って作図してみましたよねもうこれ実際にやってみないとこの技能は習得できませんよっていう話なんです ね、これ別講座にてというふうにね書き足してありますけれどもまだこっち受けてないという方はこの関数電卓と、ね、並行してでもいいですしこれ聞き終わってからでもいいですから三角定規の方もねもちろん受講してくださいね初めての土地家屋調査士講座の中のセットになっているものですから。ね、でまあどちらにしても実際にもこれは体で覚えるしかないということになります。 ね、逆に言うとこれは体で覚えることによっても頭使わなくても手が勝手に動くなる動くようになる、ね、それぐらいまでやってくださいということになります。ね、だから「勉強」というよりも「訓練、ね」こういった言葉を使う方が当てはまるのかなというふうに思います。いいですかね。 はい法律に関する知識を得るための頭で覚える知識とそれからこの技能の部分関数電卓や三角定規を使いこなすこと、ね、これはもう分けて、ね、考えていきましょう。ねまあ、そんな風にメリハリハをつけけてて学習していけるということはまあこれ飽きずにね学習していけるっていうふうにもこれ考えることができます。 はいまあ、ここに関しては、まあ、今の「初めて」シリーズだけではなく本講座に入って全体構造編それから徹底解析編と皆さんはずっとね講義を続けけていくわけです、ね。学習を続けていくわけです。 でその中でもやはり理論の学習と書式の学習というふうに分かれてね出てきますのでメリハリをつけてしっかり学習していくことによって最終的に両方のの知識技能が合格ラインにに、ね、乗るるぐらいいとととこころままで到達すすうことになります、ね、だから絶対に始めたからには途中で挫折なんていうことのないように最後まで、ね、頑張っていただきたいと思います。 で実際にじゃあこの関数電卓、ね、今日からこの「初めての関数電卓」という講義皆さんに聞いていただくことになるんですが具体的にどんなことに使っていくのか、ね、当然関数電卓なので計算するんだろうということはねまあイメージはできると思いますけれども具体的にどんな計算をするのか、ね、ちょっとここで皆さんに お見せしたいものがあります、はい、ちょっと画面を見ていただいてはいこれ何かっていうとこれ試験問題とありますよね、はい、平成29年のもので、まあ、2017年度の試験問題本試験問題ということになります。 はい、で実際に今これを収録している段階では、直近の平成30年の試験というのはまだ実施されておりませんね。ですから手元にあるのはその前の年の平成29年の本試験問題ということになりますね。ただね、まあ皆さんがまあ受ける2019年の年も内容としてはね、これは変わらずおそらく確一が20問。 ね、そして書式の問題として土地の問題が1問建物の問題1問、ね、これを解いていただく形になるかと思います。ね、で択一問題というのはこれはやはり法律の知識を問われるものなのでやはり頭を使ってテキストを読み込んで学習していくということになります。でその後の2問ですよね。土地建物の問題、ね、これに関しては土地だったら土地。 ね、この土地について当期の申請を、まあ、土地の所有者から依頼されたその時の申請書と図面これを作りなさい建物もそうです申請書と図面作りなさいという技能をね問われるのが書式の試験ということになります。でそのの書式の問題を解いていてくときに 第二十一問というのがこれ土地の問題になってきます。でざっと見ていくとこのように。はい、まあ、見取り図が出てくるわけですよね。調査図素図と言ったり調査素図と言ったり。はい、まあ、いわゆる見取り図と考えていただいて。土地家屋調査士の先生が現地に赴いて。そこでね、ざっくりとメモを取った図だというふうに。 思っていただければいいかと思いますね。で、この図についてここに符号がありますが、A 点、B 点、C 点、D 点、E 点、そして H 点、I 点ね。まあここで囲まれたこの土地についての登記の申請ということになりますね。で、この土地の面積を求める。 というところでまず電卓を使っていくことになります、ね、で面積を求めるじゃあその面積を求める求め方ってどうやって求めるんだって言ったらこれ特別な方法があって今言った A 点 B 点 C 点 D 点 E 点 H 点 I 点ねこれらの点を引っ回転というふうに言います、ね、でこの それぞれぞのの回転の座標値を求めて、ね、えて、ー、定規の講座をね受けていただいている方はその座標値なんていうお話も少し出てきたと思いますけれども A 点の座標値というのは、X、がいくつで Y がいくつですよ、ね、B 点の座標値、X、がいくつで Y がいくつですよ、ね、その座標値を求めてその座標値が全部求められたら。 座標法という方法で面積を計算していくことになりますまずはその座標値を求める過程でこの関数電卓使っていくことになりますこれですねこの関数電卓の機能を使って座標値を求めていくことになりますそして 座標値が求まったらやはりこの電卓を使って面積計算をしていくことになります。はい、で実際に、まあ、この見取り図見てみると、はいまあ、北が真上を向いてるように見えますのではい、まあ、このような長方形なのかな長方形を2つに切った土地なのかななんていうふうにねこれパッと見ると。 見えると思いますただあくまでもこの「調査図素図」っていうのは「見取り図」ということなのでこれ丸々信用しちゃいいいけなななよよっっててうような、ね、図にもなってきます、はい、今お話ししてることはねちょっとまあ,あの余談だと思って聞いていただければいいですけれども実際にこの土地図面に書いてみるとこれが模範解答ということになるんですけれども実際はこんな形してるわけです。 真上北,、ね、北を真上に書いたとしたらこの線は垂直になってるわけじゃないんですよねこんな斜めになっていたりとか A 点 B 点その延長線上に C 点があるわけではなくちょっと上がっているとかはい全然違うじゃないかっていうふうに思いますよね。 まあこういったことも皆さんは今後学習をしながらまあこれ丸々信じちゃいけないのねっていうことでまあこれらの「ひっ回転の座標値を出してその座標値を図面上に落としていくことによって線をつないでみると実際はこんな形なんだなっていうふうなことになってきます。 非常にあの学習していてもねあの手を使い頭を使いっていうことでね飽きずに、ね、面白いと思っていただいたら学習はね続けられると思います。面白いと思ったもん勝ちだだと思ってください、はいはちょっと話それてしまいましたけれどもねまあこういったことにまずは使いますよ。ね、座標値を求めるとということ、ね、まずこれ一つの大きなポイントになってきます。 そしてその座標値をもとに土地の面積地積と言いますけれども地積を計算していく、ね、あとは建物の問題になるとはい今日実際に建物の面積はこの第1回の中でね計算してみます。ね、でこれもやはり えー、平成29年の本試験問題2017年の本試験問題なんですけれどもこのような形の建物とそれからこれも長方形ですね縦7.5横8メートルの長方形の形の建物ですこれとこれを書くというような問題だったんですねそんなに難しくないです比較的単純な形状 とということにはなってきますはいで今日皆さんにね面積計算してもらう建物の床面積の計算ねしていただきますけれどもえやってもらう方がねえかなり複雑かもしれませんっていうぐらいこの年の建物の形状としてははい単純なものでしたこれ模範回答です実際に図面に起こしてみるとこんな建物なんですね。この2つののつ建物の 図面を、ね、作成してていいくっううような問例えで,で、この建物の床面積を計算するとね、要は何平方メートルのお部屋ですか建物ですかこれを計算するときもやはり関数電卓を使っていくことになります。 はいまあ、この床面積の計算だったら、まあ、何も、ね、関数電卓でなくてもいいんだっていう話にはなってくるんですけれども、まあ、実際に今日はね簡単なところから、えー、やっていきたいと思いますので、えー、今日の講義の、まあ、最後の方で、ねえー、一緒にやっていきましょう。はいで なぜね実際にこんなあの実際の本試験問題を持ってきて、えー、こんなお話をしたかというとまあ関数電卓っていうふうに言われてもまあ使ったこともないしねまあそういった方がほとんどだと思いますねまあじゃあ不安にならないようにっていうことでまあどんなことに使っていくんだっていうのがね具体的にイメージできた方が、えー、今後の学習にまあ、入りやすいかな で少し興味もね持っていただけるかなということでねえ実際の本試験問題を見ながらねこんなことに使いますよもちろんこれだけではないので徐々に徐々に知識としてはね増やしていっていただければいいと思いますけれどもえまず具体的にはねこんなことをやっていくんだっていうことをねえ頭に入れておいてください はいではテキストね3ページの方に戻っていただいてはいとにかくここです書式の学習まあ今回は関数電卓に限ってですけれどもとにかく習うより慣れろですね、これは今回の関数電卓だけでなくこの三角定規もそうですね、もう慣れてしまったもん勝ちです ね、もうやらなかったらいつまでたってもなれないですからねもうとにかく毎日毎日触れてください、ね、毎日毎日電卓叩いて定規を使って作図をしてください、ね、そのうちもうどん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 スピードは上がりますからね逆に言うとやらなければいつまでたってもなれませんよっていうことなのでもう手を動かしてやっていきましょうはい4ページ。 いましょう、はい、土地家屋調査士試験で使用することができる関数電卓。ということで、えー、まあ関数電卓って言ってももう本当にねさまざまなものがありますので全ての関数電卓がこの土地家屋調査士試験で使用できるのかっていうとそうではないです。できないものもののああります、ね、で、あのー、できるものに関してはこの法務省のホームページ で確認することができるんですがもちろん初めて使いますよっていう方が多いと思うのででこのようなね「初めての電卓」っていうような講座ももちろん用意してありますしあとは実際に本講座の中に入っても同じように電卓を講師が叩いて、ね、で皆さんにも 一緒に叩いいててもらっとうことでね、えー、講義の中でも一緒にやっていくということを考えるとやはり同じものをね、えー、用意していただくのが一番だと思います。ね、ということでこのカシオの FXJP500、ね、こちらの方を購入してください。はいで下に FXJP700 FXJP900 というのもこれあります。 で実際にここにこれさっきの電卓とちょっと違うんですね。でここアップにしてみると見えますかね。FXJP900 というふうにあります。ね、で900の方が、まあ、ここの数字がね大きい方が性能はいいんですね。いろんな機能がプラスアルファでついていたり。 っていうことなので高いですこっちの方が実際にねであのこれ買う必要はもちろんないです操作はねあの似てるんですけれども若干500とやはり違う部分があるので、えー、やはり900じゃなくて700でもなくてこの500をね購入していただくことをお勧めしますはいいいですかね JP500 の方です。 で、先ほども申し上げましたがまだあの電卓がね手元にないという方は一旦止めていただいて電卓購入してからもう一度ね聞き直していただくそしてほとんどの方が今は持っているけれども1台だ、ね、1台持ってますっていう方がほとんどだと思います、ね、でこの講座を聞いていただく上ではあの1台でで構わないです。ただ今後2台用意していただきたいと思いますえ って思いますよね,ねこれ2台用意していただくというのはちゃんと理由があって大きく分けると2つ、ね、まず1つ目はこれ単純なんですが1つが壊れてしまった時のことを想定してやはりもう1台予備の電卓を持っておくのはこれ当然だろうっていう考え方です。ね、何があるか分かりません まあ、ずっと使っているから大丈夫だ。ね、まあ、私が使っている電卓も、もう長いこと使っていますけれども、まあ、壊れたりっていうことは、これ実際ありません。ね、ただし、万が一本試験中に壊れてしまったら、どうするのっていうことです。ね、皆さん、おそらく一年ぐらいの期間をかけて、学習を積んでいき。最終的に本試験を受けるわけですよね。 でもう本当にもう万全の体制を整えて試験を受けている最中に電卓動かなくなっちゃったなんてことになったらもうおお手上げでですすこの試験電卓ないとおそらく無理です、ね、だからそういったことのないようにまずは予備でもう一台用意しましょうっていうこと。それからもう一つ ね、電卓の中にはいくつかのモードがあってもちろんん皆さんにねこれすすべててお伝えしようと思っていますただこの関数電卓の機能をフルにすべての機能をね搭載されているすべての機能を使うかって言ったらもちろんそんなことはなく試験に必要な機能、ね、これ、えー、土地家屋調査士の試験を受けるにあたって必要な機能ということになりますからね。 ちょっと勘違いしないでいただきたいんですけれどももちろん全然あの使わないなんていうねボタンもあります、ね、でもそうじゃなくて試験に必要な機能、ね、でその中で、えー、まあ今年から、ね、皆さんの代からもうちょっと積極的に導入していこうというねかなり便利な機能があるんです。ね、これは徹底解析 徹底解析編に入ってから皆さんにお伝えするということにはねなってくるので、えー、このあと本講座に入って全体構造編で触れることはないと思いますけれども、えー、まあ実際にそういったちょっと特殊な、ね、モードを使ってもうちょっとこうやると便利になりますよ解きやすくなりますよっていうようなね、えー、ことをやっていきます。でそのモードを使ううははやはりもう1台、ねあっ で別の計算をする時はもう1台の方の電卓を使ってっていうふうにねやっていく方が断然早いんですいいんでですすかね今はちょっと何を言ってるのかねなかなか理解しづらいかもしれないですけれどもまあそういったことから2台はやはやりこれ必要です、ねえー、ですから1台今持っているって といいいいいうう方はいずれれもう1台ね、えー、購入しておいておいただければと思います徹底解析に入ったら、えー、やはり、ねえー、2台持っていた方がいいなっていうことをね、えー、皆さん必ず感じていただけると思いますので、えー、今のうちに、ねえー、いずれ購入しておくんだっていうことをね、えー、ちょっと頭の片隅に入れておいていただければと思います。